種類違い。サラハさんのノースリーブは布の感じ、布のノースリーブ、ちゃんと肩が あるけどここで切れてる、肩はちゃんとあって。配信できてたわ配信できてた。確かにノースリーブスSTU のノースリーブス、そうじゃん。あと2人必要だね。ノースリーブス。あと2人。着てる人いるっけな、他に。いやでも入りたいな私私入りたいけどあんまり着る機会はないんだよね。持ってないあんま持ってないな。がっつり今日も長袖着てるもん全然かけ離れてる。確かにリハの時は動いたら暑いけど、その後多分汗が引いたら冷えるん。釣り犬さんありがとう、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いタワーありがとう。で私は何を、君は ST のスリーブス、シナの高尾うさき、ソラパセに、ソラパセと私大丈夫。今日はありがとう、めちゃくちゃ可愛かったです、ありがとう、嬉しい、めちゃくちゃ。めっちゃかわいい、だわありがとう。すごいソロパセはすごい安心感あるけど、ありがとうございます。仲良しね、超仲良しだよ。2人がいたらもう、あ、この空間はあんまり邪魔しちゃいけないって思っちゃう。
人がなんかこう、まあ、コンビニ行こうみたいな言ってて、でなんかすごい気を使ってくれて、なんかさやも行くみたいな言ってくれても、いや大丈夫ですみたいな、ちょっと違うとこ行きますみたいななるんだよね。2人で二人の空間作ってください。次けんさん、今日ありがとう。いえいえ、いえいえいえ、あと23日木曜日の俺なおさん、中尾さやかしか勝たん、ありがとう。東京にいた時ありがたん、なおさん、ありがとうございます。そう、おしゃれだっけ。それにしてもお見送り久しぶりにしたんですけど楽しいですね。楽しいんだけど、いろ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 わかりますね。いろいろ、なんか私がって思った方は、私横がマイキューさんだったんですけど、マイキューさんもあーって言ってて、あれいやでも本当に何回もあって、そういうのが、おやおや、気づいた。うん、お隣なんです。私とマイキューさんを好きって方多いんだって分かりました。二人が好き、気づきましたね。そうなん。うん。うん、初知り。なんか私推しの方がはなんかパちゃん、パセリ。あとくるくる、くるくるも多いな、パセリとくるくるが多いなってのは知ってて、そしたら今日のお見送りで、あ、マイキューさん多いんだって気づいた。
今更かね。なんかあるよね、セットっていうか、ハートの独占権みたいな。ハートの独占権するなら誰でしょうみたいな、あるじゃないですか。一回なんかリコちゃんが私とサーヤンとハートの独占権したいって言ってて、あれはそう、ファンの方が見て、あのうわ選べないみたいな、どっちも好きだみたいな曲ですよね。そうでもね、私とリコちゃん推し、まあでもいらっしゃいますけど、ちゃいますけどね。んでもそうだね、レアかもしれないね今のところ。今のところレアかもしれませんね。でもしたいって言ってた。でも確かになんか合いそう、なんかケチャップとか言うよね、お醤油とか、その掛け合いはリコちゃんとしたら楽しそうだなって思うけどね。すごいしてくれそうじゃん。ねえどっち？はっきりしてよ。あ、ももちゃん、確かにももちゃんとサーヤン二人好きですみたいな方も確かにいらっしゃいましたね、たくさん。うんうん、多かった。絆、そうね、ずっと一緒にいたしね。しっくりきた。ウィッチーズウィッチ、ウィッチーズウィッチ二人で。どっちを取るか選べないって。6人ぐらいでやる。そうだね、アイコはおー、アイコは
愛好しでサーヤも好きだぜみたいなこと。って感じがする。でもアイコはそう多分あのなんて言うんだろう、推し編絶対に許さないみたいな多分感じだから。そうそうそう、軸はうんしっかりしてる。しっかりしてますよ。ダブルさやか推しね。ダブルさやかをそうだよね、ダブルさやかが好きって方が多そうだね。なんというか、ダブルさやかいいよねみたいな。好きですみたいな。うん。ね。うん。でも確かにどっちかに重心はあるって感じがする。ダブルさやかのユニット曲ね、欲しいね。でもどうだろうな、私一番多いのはパセリかくるくるかな。どっちが重いとか客観的判断できない。しかもパちゃんはね、パちゃんはいつの間にかパちゃんベースになってんだよね、そういう場合。バージョンはそう、気づいたらあのそう沼ってるパちゃんに。なんか気づいたらプロフィール欄パセリ神よしみたいな、えっていうのが結構ありますね。沼ってますね。あれみたいな。ツアーとかもうちはパセリみたいな、えっパセリ推しだったのみたいな。どっちが先かもわからんみたいな。そうそうそう、沼がすごいんだろうね。うん、パちゃんに関しても変わってますね、いつの間にか。くる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 も最近そうだね、サヤモシだった方はくるくるのうちわを持ってるみたいなのは結構見かける。でもくるくるバージョンはなんか一緒にって感じがする。サヤも好きだけどごめんくるくるも好きなんだみたいな、だからどっちも推すよみたいな。
って感じがしますね。このチェック、いやチェックしちゃう、やチェックしちゃうっていうかもう見えてるんですよ、もうこれ見えてるんですよ。元気よさをまいまいさん、マイキューさんと、おーってなったらマイキューさんもおーってなってて、あれ一緒の人が多いってなったんですよね。発見でした。マイキューさんのバージョンは多分なんだろう、お互いに単押しって見せてるのかな。お互い多分線引きが上手なのかな。わかんないけど、どっちも好きだ。めちゃくちゃサーヤン楽しいと思ってた方が今日、あ、何々さんって呼ばれてて、えってなって、もう名前を知られるほどの、いつの間にみたいな、知らなかったよって。線引きうまいです。いや全然新たな発見、そう発見しただけですからね、発見しただけ。そう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 、まあでも多いよね、確かにファンの方ってね、そう自分推しじゃなくても覚えるし、みんな優しいしね、あの方、うん、目があったらあの微笑んでくれるし。結局ライブとかもさ、一体感、みんなで作ってる感とかそういうのもあるし、チームなんですよ。思いましたね。嬉しいんですよ。そう、みんなで盛り上げてる。そうそう、ST よね。なんだね。
そうね、お見送りは。並び大事よね。そうだよね、一人話したらもう次の記憶なくなっちゃうもんね、言ってしまえば。意識したら大丈夫だけど、意識しなかったらいつの間にか終わってる。いや、そうなん、スピード感結構速いんですよね、お見送りって。なんか時々めっちゃ速いスパン、なんだろう、速い時あるんですよね。なんか流れ真ん中、なんだろう、めっちゃな速い時ある。そう、私ね、高尾だから、ただから真ん中なんですよ。だから結構むずいと思う、真ん中は。最初5人目までは多分記憶めちゃくちゃあると思うけど、真ん中はちょっとむずいかも。しかも私、会場によってはお見送りがこの横一列だったらいいんですけど、この時はね、カクカクみたいな。その時私絶対ここなんですよ、カクカクのここの真ん中だから自分のファンの方にさえも気づいてもらえないんですよね、ここにいるけどみたいな。わーって、そう、あの方があれ、サーヤいない、サーヤいないなっててわーって気づいた時にはもう過ぎ去っている高尾。そう、稼働多めなんですよ私。分からんくなるよね。だってお見送りだってメンバーみんなにも見られてるしね、目線を感じながら推しを探してみたい。でもみんなのことを見てみたい、みんなとも話したい。どこだって見落としてしまうよね。確かにお見送り前にちょっと見えて一瞬あの確認できたらいいけどね。そこにいました。お、アルフォートさん、お城ありがとう。お城が来た。確かに目の前のものに気づかない。お城が来てました。足がバキバキだ。確かにチャートリーの時はリネが隣だから、ずっとリネがなんか話してて
面白い。しかも結構リネが話しかけた人、サーヤン推しの方多いんですよ。なんか本当あの意識せずにサーヤン推しの方多くて、だから私と話せずにリネの リネと話して終わるっていう。うわってなるよね。意識せずにそうらしい。ほんとすごい。ルーフォートさん、そうイネタンに、うわそのそのなんか帽子おしゃれとか、なんか髪色イネとか笑顔素敵とかなんか意味をずっと言っとるけん。はあおもろいんよ。でそこでなんかあんな方がえみたいな、ちょっとなんか不意に予想してないことが起きたみたいで なっとるのがちょっと新鮮。あうんみたいな。おもろい。私の前を通るときにはえってで通り過ぎていってわーみたいな。瞬発力試されてますよ。いかに早く反応答えるか。そしてサーヤンと話せるのか。むずい。チャレンジ。むずいです。チャートリの時。最近リネとチャートリ、チャートリ自体があんまないか。試されますよ。アルフォートさん、お城ありがとうございます。イエーイ。ありがとう大好きだよ秘密ね。おっと。シークレット。わかりました。秘密な方もいますからね。
シークレット出ました。もしかして。髪型似合ってるよ、ありがとう。あんましない。ほんとまとめ髪にしよっかなと思ったけど、こんなおしゃれな感じになった。じゃあ結局ハートの独占権するならリコちゃんか。お任せ。うん、なんか迷ってて、まとめ髪にするか一つ結び、低めの一つ結びにするか迷ってますって言ったらこうなった。アレンジいいね。なんかね、昼はねじりハーフツインしてて、でも結構良かったん、結構良かったけど、やっぱり暑くなって夜公演は結びがち、まとめがちになるあるあるなんですけど、そのあるあるになった。うん、耳は出したいなって思ってたんですよ。耳出し、確かに今日は暑かったの。でも梅雨が来るのか。え、そうなんや。台風ね、確かに台風の季節、夏。もう今降ってる。あ、そうなんですか。そうなんだ。降ってるっぽいね。てるっぽいな。天気悪そう。うわー、だるくなっちゃう体が。わかりやすい低気圧やられ、人間台風やばい。台風は低気圧やば。台風古傷も痛む。古傷が痛みだし、
筋肉痛ももしかして治らないかもしれない。ふる傷が痛み出す。初耳。そんな古くないけどね。そんな古傷じゃないけどね。1年前とかですね。1年前のことを古傷っていう人。間違ってはない。それにしてもよく今日も動けましたね。今日も動きましたね。お疲れ様です。それにしてもアバターはいつ配布なんだろう。結構前に書いた、デザインしたんですけど、なくなった。なくなったんか。聞いてみよう。結構ね、そう、自信作なんですよ。めっちゃ可愛いのを描いたからさ。みかん猫ちゃんも可愛いよね。楽しみにしてて。ふふふふ。今日のお弁当は選べたんですよ、3種類から。ブルーライブでのお弁当結構なんかいろんな種類ある。何だったかな。でも私はチキン南蛮弁当を選びました。しかも美味しかった。よかったです。ちょっとなんだろう、しなしなのチキン南蛮。なんタルタルが好きなんだよね私。よくお弁当屋さんでチキン南蛮弁当を買ってた。
ラタルチキン。で、夜ご飯もあって、夜ご飯は鮭のタルタルかけみたいにしたよ。あとで食べる。タルタルばっかやな。あ、実際エビフライにタルタルもめっちゃ好き。某ハンバーグ屋さんでね、ハンバーグでの鉄板のエビフライのびっくりハンバーグびっくりエビフライハンバーグみたいな、あれのタルタルも美味しいよね。びっくりエビフライのびっくりしました、びっくりしました。そういえばこの前あの東京行ってからご飯屋さん探してて、でケバブ屋さん開いてなくて、でどうしようと思ったら近くにびっくりドンキ、あ近くに某びっくりハンバーグあってで行こうか迷ったけど行こうか迷ったけど、さすがにやめた。もう言っていいかもう言っていいか言っていいけど、行列、やっぱ東京のびっくりは行列、まあそうだよね、人口が違うからな。広島もまあでも行列できてる時もあるけど、比較的空いてますね。時間帯、行く時間帯が結構いいのかな私の。いや美味しいもんな、あのハンバーグ。すごいなんか秘伝のタレ、なんかすごいなって思う。秘伝のタレなんかってくる。あと野菜も美味しいし。そうなんよね。びっくりは。行きたくなりましたね。広島にも結構あるよね。ブルーライブの近くにもあるか。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。え。なんですと。
いつもガラガラのガラガラガラって持ってきてくれる。クルクルクル。なんかハンバーグが乗ってる、ハンバーグディッシュが乗ってるお皿が売ってあって、ちょっと欲しくなったコレクション。時々ハンバーグ作るけん、これからあのお皿に入れようかな パイン気になるよね。美味しいんか。煮込みハンバーグ。そろそろ作りたいな。パフェも美味しいよね。なんかパフェが食べたくなって行ったことある。パフェを食べに行ったことある。もうカフェの洋館、カフェのように訪れたことある。美味しいよね。もう見れないよ。めっちゃどこのカフェ行くか迷って迷って、結局ちょっと今の気分を満たしてくれるパフェはあの某びっくりパフェしかないみたいになって。カフェ感覚、まさかカフェにしてはなんかすごいコンセプトちょっとあんまり、インスタ向きではないかもみたいな。インスタにはちょっと、飲み物ね、飲み物意外とね、あんまり飲み物まで頼んだらもうお腹がもう足りないから頼んでないけど、頼みたい。気になる。某びっくりと某コーヒー某コーヒー屋さん分かる。コーヒー屋さんはもうびっくりするから、メニューとメニューより大きくて
豆も美味しい豆もサービスでくれるし、さすがにね、あのね、ピザトーストは好きなんだけど、一人で食べるには結構、とんでもないよ。ピザトースト美味しい。でもチキンも美味しい。行きたくなってきた。そう、米チキ美味しいよ。某星野もやっぱり飲み物がめちゃくちゃ美味しい。某星野は紅茶も美味しいし、カフェラテも美味しいし、とんでもない。某星野さん、結構好きなんよね。何回も紅茶とかコーヒーとか飲んでやっぱ美味しいなって。某タリーさんはなんて言うんだろう、マンゴーとかなんだろう、フルーツ系の飲み物がめっちゃ美味しい。チョコも美味しいけど、毎回ね、簡単させられますね。マンゴーのね、あれなんて言うんだろう、スムージー、マンゴーの冷たいやつ、なんて言うんか忘れたけど、がめっちゃ美味しい。マンゴーのスムージーみたいな、氷みたいな、ザクザクの、見て、冷たいやつ、あ、スワークルだ、スワークル、クリームとかは入ってなくて、美味しいよね、それが。夏にぴったり、暑い日にぴったりとか、ラーメン食べた後めっちゃいい。夏にラーメン汗かいてめっちゃ暑いって時にそれ飲んでる、めっちゃうまみたいな、さっぱりするよ。おすすめです。ラーメン美味しい。
ラーメンの時期来そう。なんか夏に食べたくなるっていう。ラーメン食べに行ってくれるメンバーいるか？夏にハマっちゃうのかな。メントも募集中。明日ラーメン食べに行こうって言ってくれる人。明日よ、明日。次の日に行こうって言ってさ、行ってくれる人って結構いないんですよ。そうだよ、急に LINE して、明日ラーメン食べに行きませんか？びっくりしちゃうよね。いや、そうなんよ。そうなんよ。びっくりしちゃうのよ。ラーメン？あ、明日？二つね、二つ。二つのびっくり。なんかラーメンはね、急に食べたくなるよね。なんか知らんけど。なんか知らんけど、急に食べたくなって、しかもラーメン食べるってことは次の日も休みじゃないと。二日取ります。もうとんでもなく食べたくなったら誘ってみよう。条件、そうなんや、条件合致しないかん。コンビニは時々ね、わしわしみたいなやつ食べるよ。あれでラーメン満たしてる。明日休みって時は買ったりする。コンビニのやつも美味しいし、あとはなんか家系なら休みの日頼んだりする、デリバリーで。でもなんか最近本当家系ラーメンデリバリー美味しいんですけど、もう一杯食べる頃にはめちゃくちゃお腹いっぱいになってて、胃がちっちゃくなったんだなって感じる。
なんでだろうな。スープは、飲み干せるときは飲みますけどね。でも飲めないときが最近多いね。胃が小さくなりました。でも東京のラーメンすごい美味しいから、東京行った時食べたいな。でもね、そう、東京行った時ね、ちょうど胃が良くなかったりするんだよね。かわいすぎ、ありがとう。かわいすぎでした。東京で行ったお店、ラーメン以外で？やっぱり東京に行ったからには東京っぽいもの食べたいしね。やっぱりあの家系ラーメンのあの赤い看板があったら結構嬉しい。ちょっと心が躍るんですけど。でもちょっと食べれるか不安になるんだよね。めっちゃ赤い看板に筆みたいな字で家系って書いてあって、うわーって、写真だけ撮っていかんのに写真だけ撮った。心が踊って何だろう、なんで好きなんだろうね。味が美味しい。家系好きってことはやっぱりこってりが好きなんだろうね。あっさりより気分によって変わるかもしれんけど、あのこの前、めっちゃ前に泊まったとこの近くにちょうどラーメン屋さんあって、そこも美味しかったんだけど、めっちゃ店長さんが店員さんに怒ってるところ怒ってたとこ美味しかった。でも味噌ラーメンも食べてみたい。意外と味噌ラーメン、なんかお店、味噌ラーメン屋さんで味噌ラーメンあんまり食べたことない。そう、目の前で怒ってた私のカウンター席。
全然いかんの。美味しそう。カップラーメンでは結構あるんですよね。カップラーメンではあるけど、なんか店舗に行ってないな。あー、味噌汁。味が濃い。あー、味濃かったら多分好きですね。バター入れたら美味しいんか。ニンニク、あ、ニンニクね、好きですよ。ニンニク結構好きですよ。好きって気づいたよね、ほんと。だっていつも私、福岡帰ったら絶対食べるの。ニンニクすごいやつですもんね。そう。いや、そう、次の日気になるよね。だから。この前なんかと食べた時美味しかったんだよ。何だったかな、ユッケかな、韓国でユッケかなんか一緒に食べて美味しかった。ユッケとニンニクと、なんか野菜で巻いて食べたらめっちゃ美味しかった。サム、あ、サムギョプサル、そんな感じなのかな。いいよね。あんまりご飯の話したらみんなの食欲が、みんながお腹空いちゃうわ。大丈夫。買ってきた。私も配信してお腹空いたらご飯食べる。当地は屋台、屋台見たことないな。広島で屋台イベントあったらあるけどね。どうなの、探したらある。探したらある。福岡はあるもんね。てか有名やし。
福岡はラーメンとうどんと餃子とが多い。あともつ鍋か。餃子も多いことに気づいたんだよね。あ、焼き鳥、すいません、焼き鳥も、焼き鳥の豚バラ焼き鳥屋さんで豚バラ。餃子も結構多いですよ。しかも美味しいよね。豚バラは食べてみてください。多分メニューの一番上にあると思う。多分。皮もちょっと違うのか。皮もちょい違うと思う。あの、なんかちょっと違う。一応しよう。うどんも美味しい。でも意外と福岡、私住んどってそこまで福岡の名物そんなに食べてないかもな。でももつ鍋屋さんはよく、あの家族で外食行くってなったらもつ鍋屋さん行ってたと、焼き鳥屋さんは行ってましたね。ありがとう、サイン会。水炊きはリッチなイメージがある。ですね。水炊き言ったら、すごいねみたいな感じ。でもつ鍋もね、ニンニクすごいから次の日危険ですよ。餃子もすごいね。もう気にしてられんね。美味しいものには気にしてられんよ。
かろうじてラーメンとうどんはまあ大丈夫かもね。でもラーメン屋さん行ったらさ、餃子頼むよね。まあでもラーメン屋さんの餃子は別に5個とかだから大丈夫。うどんが一番安全ですね。ごぼ天うどん美味しいよ。チャーハン食べたくなるよね。私チャーハンさ、めちゃくちゃ食欲がバグってる時はチャーハン頼んで、チャーハンとラーメンのスープをなんかレンゲでなんか作って食べてた。小学生の時食欲バグってたから。わかる。ラーメンだけじゃ足りません。めっちゃ美味しいよね、チャーハンとスープ。最高ですよね。で、時々餃子食べてね。ポン酢か何かでちょっと餃子を挟んで。あ、いつの間にかまたみんなのお腹を空かせる配信をしてた。一番この時間帯のこの話はちょっとどうでしょうか。もうずっとこういう話しちゃう。ペコペコになってしまうみんなが。でもさ、どうですかね。ご飯食べてる動画とか見たらお腹いっぱいになるんかな。なんか私でも食欲バグってる時期もあったんですけど、逆にその後食べれない時期が来て、その時なんかご飯屋さんの道があったとして、ショッピングセンターににさ、ご飯屋さんのロードあるじゃないですか。いろんな匂いがする道、フードコートみたいな、なんていうんだ、右では焼肉、左ではもつ鍋とかいろいろあって、右でまたハンバーグとか、左はラーメンとかいろいろあった時、なんか匂いを嗅いでるだけでもうお腹いっぱいになってた時期あった。匂いを嗅いだらもうお腹い食べた気になってお腹いっぱいになっちゃうっていう時期あった。だけど、食べる前に匂わんようにしとかなみたいな。そうなんや。でもその時期は本当に昼ご飯も食べたくなかった、何も食べたくなかったけど、お母やんがお弁当作ってくれてて、本当はお弁当の卵焼きだけでもうお腹いっぱいみたいな感じだったけど、
もう作ってくれてたから食べなきゃみたいなと思って食べてた、その時期。逆にね、逆に良かったけどね。そういう時期あったよね。全然食べたくない時期。今は、いやでも今もなんか時々バグってる時期とお腹空かん時期あるよね。ご飯イヤイヤ期と何でも食べます、食べれます、ぜひあるよ。波がある。イヤイヤ期あるんですよね。配信でも時々ちょっとイヤイヤ期をこじらせてしまってる。差が激しいね。うん、なんですよ。ほんと食欲があるってことは元気ってことや。人間、人間だね。人間誰しもあるよね、そういうのは。なんかあれだよね、嫌なことがあったらとか考え事があったら逆にいっぱい食べれる人と、もう全然食べれんくなる人いるもんね。どっちかや。疲れたらどうなるか。食べれん寝れんってなったらもう辛いもんね。やったら食べれる寝れるの方がいいよね。そういう人おるかな。そういう時なんか食べれる食べれんやったら食べれるの方がいい気はするけどね、体的にはね。あ、でもそっか、どうなん、どうなんや、健康としては。寝れん時期は辛いよね。寝れんって結構辛いですもんね。それはめちゃくちゃ思い知った。寝れん日々が続いた時は、思い知りましたね。
健康が一番ってめっちゃ思う。寝れるって幸せ、寝落ちって幸せ。いいことですよ。ご飯食べて美味しいって思えるのも幸せ。お腹空いてたらご飯美味しいって思うもんね。そういう幸せに、ね、気づいていきたいね。はじめまして。ぼちぼちのぼち終わろう。風邪気味の方は早く寝てください。サウヤめっちゃ可愛かった。嬉しい。今日すごい可愛かったって言ってくれることいらっしゃる。嬉しいな。でも今日はメイクもねうまくいったんですよ。リネも今日今までのサーヤンの中で一番いいかもみたいな言ってた。でもリネたんはいつも褒めてくれるけんね。いつも褒めてくれるけん今日そう言ったかもしれん。褒め上手だから。でもツアーの時よりかはナチュラルにしたけどね、メイク。ナチュラルのちょいナチュラルの方がいいのかしら。そうね、ツアーはねちょっと濃くしてる。公園は近いから多分。まあそっか、まあそうね。そう、亀子タイムがあるときはそうね、結構濃くしてますね。なんかよく亀子タイムがあるアイドルさんのなんか写真とか見て研究して
私もやってみようって思ってやってみたりしてる。こうした方がいいのかとか、研究してますよ。壇上変わったら読もうかな。結局ね、なんかステージ立ったらメイク結構ライトで飛ぶんですよね。飛んだ時用とかむずい。ステージ映えしたいですね。存在感を放っていかなきゃ。イエーイ。ライトで目がやられたりすることありますよ。ライト見てなんか近見て。って時もありますね。なんかほんとそうだね、ダンスパフォーマンスってちょっとむずいですね。やっぱり意外とこうしようって思ってもできなかったりとかするから、まあ奥深ですね。ちょっと簡単に考えればほんと こうすればいいだけなんだけど、ねえみたいな。そうそうそう、意外とね、体は自分だけど自分じゃないみたいな時もあるんですよね。イメージと違うみたいな、イメージ通りには動かないみたいな、ありますよね。奥深ですよ。下の格言にするか。
アルフォートさん、釣りけんさん、タッチーさん、ナナウさん、ミツルンさん、マイセンタン、ナオさん、ナンバのヒサトさん、モモビリーさん、神戸のヒッキーさん、F 渋谷さん、カメさん、セイヤンさん、コッペさん、シンジさん、タカノリさん、トッドリ太郎さん、マッペイさん、マサさん、フジポンさん、ミッドナイトシュガーさん、ホタテ様、ヨシトさん、シゲッキーさん、大西くん、サトケンさん、ヌンキューさん、クチさん、アオイさん、ナルさん、イヌちゃん、ヤマさん、イエーイ、パチパチ。ありがとうございました。このテンション一定配信テンション一定配信を見てくれてありがとうございました。大丈夫かな大丈夫かしらずっとなんかずっとなんかテンション低かったかな。まあでもこれが自分これが自分大丈夫。よかったです。じゃあバイバーイ。